アレクサンデルは、リトアニア大公、ポーランド王。カジミエ州4世とローマ王アルブレヒト2世の娘、エリーザベトの4男。ボヘミア王権ハンガリー王、ウラースロー2世、ヤン1世の弟、ジグムント1世の2位。ヤンマテイコによる、肖像が1492年に、父が死ぬと、ジケイヤン1世が、ポーランド王位を、アレクサンデルが、リトアニア大公位を別々に継承したが、 1501年に兄が死を残さず休止したことで、アレクサンデルがポーランド王を剣くらいするに至った。アレクサンデルは国家歳入の不足を解消するため、元老院やシュラフトらの貴族層に停止勢を取り続けた。このことは、国王から貨幣中造権をはじめとする所得権を奪い、国王を従属的な立場に追い込もうとする貴族階級に有利に働いた。 また国王は西部国境でドイツ騎士団に対抗できなかったばかりか、リトアニア対抗国内に侵入してきたモスクワ対抗イヴァン三世及びクリミアタタールを撃退することにも失敗した。リトアニア方面での成功としては、スモレンスクその他の要塞都市を防衛できたこと、1500年のベドロシャの戦いの後、妻、エレナを介して、 ギフイバン三世と休戦協定を結んだことくらいである。この休戦条約においてリトアニア側は領土のおよそ3分の一を勃興期のモスクワ国家に割譲することになった。アレクサンデルの治世中、ポーランドは南方の続国モルドバ公国の反抗という屈辱的な状況に直面していたが1504年にモルドバのホスポダルシュテファン三世が死んだおかげでポーランドは 勢力圏の喪失を唱うは流域までに抑えることができた。また、ローマ教皇ユリウス2世はアレクサンデルに友好的で少なくとも29以上の教師を発してペトロ献金をはじめとする様々な財政援助を行い、ドイツ騎士団によるポーランドへの攻撃を抑えるのに協力した。ポーランド語を十分に習得していなかった。 アレクサンデルは意思疎通の問題からポーランドに全くなじめず、主としてリトアニア人の友人たちが王の寵愛をこむった。朝身の中で最も有名なのはリトアニアの富裕なマグナートミハングリンスキで、彼は1506年8月5日、クレザクでクリミアタタールを撃破して、この戦勝を当時ビリニュスで死ぬ床にあったアレクサンデルの最後の業績として残した。 14日後の8月19日に45歳で亡くなり、弟のジグムンと一世が後を継いだ。アレクサンデルには少なくとも着室の王子が数といた可能性があるが、詳しいことはよくわかっていない。またアレクサンデルはゲデミナス朝の流れを組むヤギエオ朝の中で、先祖伝来の母語であるリトアニア語を話せた最後の統治者となった。アレクサンデルの死後、王家のメンバーはべて、 ポーランド語を母語とする人物になり、ヤギエゴ朝のポーランド化は決定的となった。ありがとうございます。